逆に乾燥するんですよ。あ、よろしくない。よろしくない。これだけじゃよろしくない。よろしくない。佐久間貴夫は髪の毛からだけ匂いを出す。そうです、髪の毛で攻撃します。攻撃するんですね。あのお肌の天敵は乾燥、日焼け、摩擦で、はい、摩擦、摩擦で優しく、優しく抑えて、そうそう、ニコニコ遊びたーい。コロナもだいぶ明けまして、明けましたね。マスクを取る機会が増えてますね。確かに。そうなってくると気になるのはお肌事情、人前で出るお仕事をされてるので、そうですね、化粧水は使い始めました。使い方がわからないです。今の3人おのおのがやってる美肌ケアをね、やっぱちょっと店長に施させていただきまして、お肌をきれいにして、うん、やっぱ第一印象大切なんで、美肌計画をやっていこうではないかと。やった、化粧水と乳液を持ってきました。持ってきました、ちゃんと。使用感ありますね。使用感ありますね。使用感なくなってますからね。行きましょう。じゃあ私の普段使っている化粧水、うん、乳液をご紹介します。はいはい、美容 YouTuber っぽくいいですか。あ、いいですよ。こちらの無印の商品になります。こうするんですね、化粧水の。はい、敏感肌用しっとりタイプね。結構あの、さっぱりタイプとかしっとりタイプとか結構いろいろあるんですよ。ようわからんのですよこれ。なんで私も一回全部試しました、うん、そしたら一番これがいいんだとたどり着きました。じゃあ私に合うかちょっとわからないです。わからないです、ね、ただ私には合う、ね、やり方はですね、店長化粧水だけ塗るって言ったじゃないコットンに浸透させて、ね、もちろん化粧水塗ります。その後にこの乳液を塗らないと水分飛んでいっちゃうんですよ、うん、これつけるじゃないですか、はいはい、水分こう感じるじゃないですか。でクーラーこういうエアコンとかで風浴びると逆に乾燥するんですよ、はいはい、うん、よろしくない。よろしくない。これだけじゃよろしくない。よろしくない。じゃあ僕ずっとよろしくないことしてる。よろしくないです。あ、じゃあカバーを上からする意味でこういう乳液を使う。これで保湿でこれでカバー、はい、じゃあいきましょう。手出してください。はい、はい、これをですねこうします、うん、はい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 。でこう押さえつけます。押さえつけます。でこうやって湿らせるんです。湿らせる、浸透させます。あ、浸透させてます今。これ僕3人分やるんですよね。そういうことです。とんでもなくなりますね肌。あ、いいですね。でこれを全体的に、まあまあまあ、こう全体的に、はあはあ、ポイントはこういうこう、うん、なんていうんですか、撫でるんじゃなくて、うん、こうやって押さえつけるっていう、うんうんうん、これ私あの、うん、今手1回じゃないですか。1回1回1回だけしても、うん、結構全部染み込んじゃうんですよ、うん、だからこうやってカメラ見ると分かるんですけど全然垂れてない。なんでまだ吸収できるんです。肌が水分が吸収できなくなっちゃうまで私はつけます。垂れません。垂れません。いや垂れません。あ、垂れていいんですぐらい、はいはい、乾燥肌を予防するっていうことです。あ、じゃあまだ足りないですねこれは。足りないです。でももうあのこれぐらいしかないんでもうありません。なるほど、はい、すいませんでした。で、はい、その後にカバーをす る、はい、する乳液、私は高保湿タイプ、はい、この乳液がよくわからんんですよね。あ、すごいこれ、はい、これどうするんですか。これも、はい、混ぜ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 塗ってください。なんで笑ってるんですか。こうどんな感じです。 なんでこうするんですか。これでいいんですか。はい、で、うん、化粧水だけの時とこれ乳液した後ってなんか違いません、うんうん、なんかお肌のツヤというか。あ、でも、うん、ペタペタしますよね。ペタペタしますね。これでいいんですよ。これで完成なんですか。これで完成です。ペタペタして気になります。いや気にしないでください。しなくていいですね。これでいいんです。あ、気になります。やっぱ夜寝る時とか乾燥するじゃないですか、うんうん、絶対、はい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 、それをちゃんと防ぐって。なんで乾燥すると良くないんですか。やっぱ肌荒れの原因とかにもなって、あと敏感肌の方とか特に良くないです。ニキビとかそういうのできやすくなっちゃう。いいんですね。完璧です。私のご紹介でした。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。じゃあ次私の、紹介していきます。キュレル。あ、見たことあります。これ私が好きなポイントは後ろに書いてあるんですけど、うん、医学部外品ってあの肌に与える影響が少ないんですよね。なんか余計なのが、まあまあ、あの調べてください。医療品と化粧品の間みたいな、やっぱ結構肌に優しい成分がいっぱい入ってる。まあ、まずお風呂出ますよね、はい、バーってでタオルバーって拭きます。そうです、拭きますよね、はいはい、で顔の水分を取った後って私めちゃくちゃ乾燥肌なので、はい、もうすぐ乾燥するんですよ、うん、なのでもうすぐもう5プッシュぐらいして。5プッシュ。そうです、もうバンバン塗ります。バンバン塗る。そうです、まあ優しく。ちょっと一回してみてください。もうペチペチ言いながら。あ、ペチペチ、こんぐらい。そうそう、それちょっと強いですけど、けどまあとにかく保湿します。保湿、はい、もう裸のままですね。あ、服を着る前に顔を保湿する、はい、でまあとりあえず服着て、はい、でもう一回化粧水入れます。2回入れます。もう服着てる間にもう、ま、
そうです、こう塗ったやつが蒸発するんですよ。空気清すればいいじゃないですか。いやいやいや、最初から。それはダメです。それはダメなんですね。それはダメです。それに意味があると。そうです、保湿することが大事。乾燥すると肌がパキパキになるの分かりますか、うん、冬場とか。僕それが分からないんですよ。じゃあもう全然肌の質が違いますね。塗るんですね。もうパキって感じたら塗るんですよ、すぐ。化粧水が終わったら、まあ乳液1回目の分が蒸発しないように。蓋をするのは竹熊さんも言ってました。そうです、やっぱ蓋をしないとダメ、はい、何の意味もない。いいのが逃げてってますよ。あ、ただただ塗っていいの逃がしてるって。そうです、いいの逃がしてます。キャッチャンドリリース。まあ、最後は保湿、乳液して終わり。これがもう匂いが全くないんですよね、はい、なので私は好きです。結構化粧水とかってします。だけどおしゃれな匂いするじゃないですか。そうなんですよ、僕が持ってるのもすごい匂いするんで、うん、いいよよっつって。ダメ。私はそれ苦手なんですよ。そうなん。もう匂いがするのは髪の毛だけって決めてるんですよ。あ、佐久間貴夫は髪の毛からだけ匂いを出す。そうです。髪の毛で攻撃します。攻撃するんですね。立ってみますか。3プッシュ、4プッシュぐらいって書いてあるんですけど、うん、もう、もう5、6プッシュします。もう手がびっちゃびちゃになるまでして。なるほど。でもちょっと、今日はほっぺただけなんで。今日はもうあんまり、はい。そうです、少なめで。これをもうまたグリグリ。グリグリしないです、あんまり。うん、しない。2つに分けるだけです。あ、2つに分ける。分けるだけで、もう、あパッといってください。2つに。2つに分けて、パッといってください。はいはい、パッと。はいはいはい、こう。まあ、優しめパンパンで。優しめパンパンね。匂いしない、はいはい、しなくないですか。しないです。水つけてるみたいな。で、これはもうびしゃびしゃの状態で2回します。で、びっちゃびちゃを封じるためにちゃんと保湿します。はい、これもう保湿を2個に分けて、グリグリしない、グリグリしないです。こうですね。あ、もう、わ、すごいですこれ。もうそう、テカテカがいいんですよ。お風呂上がりはテカテカじゃないと。テカテカしてますよ、これ。テカテカベタベタじゃないとダメです、お風呂上がりは。フェーってなダメなんです。あの、こう、手に広げちゃうと手が水分を吸うみたいなんですよ。あ、なるほど。テレビで見ました。ここだけの話です。はい、これどうするんですか。これをですね、こうします、うん、はいはいはい、はい、だからあの人あんなになくなってるんですね。答えが見つかりましたね。以上になります。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。あ、来ましたね。2人は20代で若々しかったからね。はいはい、はい、やっぱアラサー代表で行かせていただこうと思います。なるほど、金使ってるっていう話を聞きました。金は使ってない。もう30代お肌の曲がり角経験しておりますからね。店長ももう30後半ということで、今回の持ってきたテーマはエイジングケアと美白でございますね。1個で完結する、こちらをご紹介させて。資生堂から出してるエリクシールブライトニングローションしっとりタイプをご紹介させていただきますね。と乳液、ブライトニングエリクシール聞いたことあります。あるでしょ。 で私は通常だったら化粧水と乳液の間に美容液を挟みますが、今回持ってきて、今回持ってきておりません。美容液っていうのを挟みます。で、乾燥がひどい時はこの後にクリームまでいきます。4段階段階です。それいつするんですか。でお風呂上がったら、もう速攻です。あ、速攻。あの、お肌の天敵は乾燥、日焼け、摩擦で、みんな言ってますね。乾燥、日焼け、摩擦ですからね。摩擦って何ですか。化粧水とか塗る時、こすってはいけません。風呂上がるでしょ、うん、タオルで拭かないんですか。顔は拭きますけど、押さえて拭きます、はい、僕も。あ、お肌死にましたね。お肌死にました。今は良くても40に入ってんですか。入ってんですか。入ってんですか。お肌の曲がり角経験しますよ。あちゃー。シミとか、ほうれい線、目のシワの横、シワはここなんか多くなってる気がします。に一応その効きますよっていうのも入ってる。シワも防止してくれる。そうで、今から夏、紫外線気になりますよね。美白の効果も入ってるの、うん、これ1本で。で、私は一応しっとりタイプ買ってますけれども、うん、多分、甲口店長男性なのであっさりタイプがいいと思います。乾燥するっていう経験やったことないでしょ。ないんです。洗顔した後に顔が突っ張るっていう経験ないですよ、ね、分かんないです。しっとりよりさっぱりタイプの方が、はい、あ、じゃあ僕さっぱりしてるんですね、の方がいい。で、これは、はい、はい、顔に塗ります、はい、で、私はしっとりタイプなので多分とろみがあるんですよ、はい、あ、本当だ。で、一応1回が500円玉台を、うわ、ほんと綺麗に500円玉台。そうなんですよ、ちょっと匂いが、ちょっと3人、2人と比べて匂いがすごい大人の匂いがしますね。でしょ、いい匂いです、うん、で、これを入って、はい、で、軽くやる、はい、で、そのまま、はい、顔に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 塗る、はい、はい、そうです。はい、はい、摩擦、摩擦ため、優しく、うん、優しく押さえる、うん、そうそう、そうそうそう、うん、ここ、そう、優しく、うん、ここね、そう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 、はい、いい匂い癒される。あ、ほんとだ。いいでしょ、うん、で、その後、はい、蓋をします。もう蓋するんですか。蓋する。はいはいはい、乾燥します。はいはい、はい、これは？それも一緒です。軽くやる。軽くやる。で、そのまま、はい、はい、摩擦なし。あ
はい、匂い、はい、匂いね、これもいい、うん、すごい匂い。で、乾燥が気になる人はこの後にさ、そのクリームとかつけた方がいいと思うんですけど、念入りに、多分その乾燥していないと思ってるかもしれないんですけど、夜エアコンついてますよね、寝てる間に乾燥しますから。どうですか？あ、いつもより2割増し、かっこよくなりました。美白もエイジングケアも気になる方はぜひこちら。すごいです。もう今まで感じたことのない肌感、うん、おー、いいじゃないですか。しっとり感あります？ある。じゅくじゅくでしょうね。いいんですよ、それで。じゅくこれでいいんですね。それが大事です。お肌の点滴乾燥ですから、もちろん皆さん乳液まで使ってますから。そうですね、僕間違ってました。間違ってました。化粧水をすればいいと思って。ダメです。みんなこれは共通していますね。ダメです、ダメダメ。僕は今日は乳液を買います。おー、買ってください。乾燥で全部蒸発してます。全部乾燥してます。全部出てます。じゃあこれでスーパーエリート小口さらにレベルアップしたということですね。もうお客さんも肌綺麗ですね。そっから始まりますから。あー、なるほど、入り口になるんですね、これが。だといいですね。はい。以上、ニコニコ遊びたいでした。ありがとうございました。バイバーイ。